親父さんが君に学校へ行けと言ったのはな、物事を途中で投げ出すような人間になってほしくなかったからだ。女性の方は500円です。おい、一度逃げることを覚えたらな、その癖は一生治らんぞ。女性の方、聞いてるのか。